はい、こちらは名家ミニチュアコレクション第4弾、前後種500円、4月発売となっております。はい、ラインナップの一つ目が、亀重のどら焼き、銀座若松の元祖あんみつ、メルティングポットハラペコラボ株式会社鉱物お菓子9粒入り採取箱かっこ琥珀と、株式会社山七食品の人形焼き、株式会社玉屋総本店のし梅、説明書の裏には QR コードがあるよ。はい、それでは早速一つ目ですね。お、なんか和柄でおしゃれ。今回当たったのは亀十さんのどら焼きですね。まずこのやっぱデザインがさ、めちゃくちゃ可愛いよこれ。うん、おしゃれ。それでは中身を見ていくね。いや、これまたなんか、なんだろうね、なんか、うん、ブツブツデザインかな。はい、早速問題点見て。なんかこれシールで、ほら、なんかちょっと剥がれる。あ、それでは中身ですね。お、ちょっと待って、これすげえ、うん、なんかこういうのさ、なんか和菓子とか入ってるよね。なんかおせんべいとかで見たことあるかも。これすごいね。ちゃんとなんか番号みたいな書いてあるし、結構ね、しっかりとした紙です。中のどら焼きどうなってんのこれ。なんか透明な中にね、どら焼き入ってる。一旦ちょっと出してみるね。出ないよ。これはさすがに500円ですね。ちなみに和のお皿付きだよ。そしてなんとどら焼き付きですね。なんなのこのおしゃれな、おしゃれなのか、おしゃれなのかは分かりません。はい、ということでちょっとこれすごすぎたんで、もう一回やりました。残念でしたね。はい、こちらはニコヤマポッケぷかぷかラッコのぬいぐるみ、1640円、3月発売となっております。ラインナップは1234567、だいたい一緒だよ。おい、いや、かわいい、かわいいけど、これ何番？はい、ということでね、これね、毛並みがめちゃくちゃいい。毛並みがめちゃくちゃいい。うん。なんかね、まあ、結構ね、ボリュームも、まあ、あるし、やっぱ何よりね、この、何？これ何番なの？全体的なサイズ感はこのくらいです。はい。まあ、なんだろう、まあさ、ボリュームはあるよね。うん。なんかね、やっぱ触り心地いいよ。結構ね、中も詰まってるから、ここがほら、すごいでしょ？うん。はい、こちらの10段階評価ですが、ラッコは可愛いんだけど、何番かわかんないから3。はい、こちらは、痛いワニーガブガブスイング、1430円、4月再販となっております。ラインナップは王道のリッチグリーン、その他にはリッチブルー、リッチイエロー、リッチピンクがあるよ。はい、今回当たったのがリッチブルーです。で、これね、自分で貼るタイプだからやってみた。はい、ということで、目と鼻と歯を貼りました。どうですか？このボリューム。ボリュームがね、すごいし、なんか、やっぱ可愛いね。はい、こちらの10段階評価ですが、
これ300円でさ、このボリュームで可愛くて遊べる、これはめちゃくちゃいいでしょ。でもこれ3年前200円です。1です。はい、こちらはめっちゃ大きな調味料ポーチコレクション全6400円、4月発売となっております。ラインナップはからし、マヨネーズ、はちみつ、いちごジャム、納豆のタレ、味のり。はい、赤のカプセルにはいちごジャムが入ってました。めっちゃ大きなとか言うぐらいだから本当におっきいおっきいです、おっきいです。ヨーグレット2個分。まずは素材だけど、あの中がフェルト生地になってて、外はプールバッグみたいな生地です。はい、問題点の時間です。見て、チャックね、これ狭くね。ちなみにボールペンだと入りきりません。指が2本分しか入らないからかなり使いづらいです。でもデザインめっちゃいいし高級感もあるからもう一回やった。はい、で次当たったのが蜂蜜です。でみんな見て、浅くね。いや、これは何入れていいかよくわかんないぐらい浅いよこれは。はい、で1時間考えたんだけど、リップだよねやっぱり。まあこれを見れば大体サイズ感わかるんじゃないかな。はい、こんな感じでリップであれば全然入ります。でちょっと透けてるのもポイントかも。かわいいね。ちなみにもうちょっとサイズがある目薬もまあ結構なんだろうね、入れたい人いるかなって思ってやるけど、ちゃんとねほらこんな感じでちゃんと入ります。はい、目薬も入ります。でもガチャサラだったら100円だよね。こんな感じで小銭入れとしても全然使える。すごい。ってことで、ガチャの軍資金7000円ぐらいかな。これも入るかな。ってことで、はい、いや意外に入るんよこれ。これはね結構いい。なんでこっちじゃないの。なんでここにした、こっちがいいよ。はい、こちらはジャック製菓株式会社マスコットジャームコレクション全6種300円4月発売。でラインナップが左上からヤッター麺、おみくじヤッター麺、チュッチュグミの A と B、 サッカースクラッチ、スグラッジお宝くじ。当たったのはヤッター麺です。これ出るまで4800円かかった。いやこれリアルだなって思ってたら、左は普通のお菓子だよ。これめっちゃ似てるよね。でこれお菓子の音で、こっちがガチャの音、シャカシャカ言うよ。表面はプリントではなくてシールなんだけど、このシールがね結構いいやつっぽいよね。しかもこれこうやってめくれるようになってて、ってこれお菓子だよ。外れや。はい、で受打が良かだけど、これね全部クオリティやばいの。ショート動画に全部紹介してるのあるけど、めちゃくちゃクオリティ高いからね。これは受段が評価は10です。はい、こちらはミニチュア積み木マスコット全5400円、4月発売となっております。ラインナップは押し車、引き車、熊のフルーツ箱、ウサギのおうち箱、
馬とお城箱。で今回当たったのがウサギのおうち箱です。これね、あのトイズスピリッツさんっていうあの大好きなメーカーさんね、またねとんでもないのを作ってきたから紹介していくよ。早速中身を出すけど、見てこれ、やばいでしょ。うわ、めちゃくちゃ入ってる。これちゃんと木なんよね。まあ、落ちたけどさ、いやもう一個一個さちゃんとさ色もついててすっごい可愛い。この絵に描いてあるお家が作れるんよね。はい、こちらの10段階評価ですが、まずねクオリティとかすっごいいいです。めちゃくちゃ可愛い。でもやっぱり400円というちょっとあの高い、ちょっと高いよね。とあとお家が作れないので4です。はい、こちらは東方製菓ポテトフライミニチュアチャーム全7種300円、4月発売となっております。ラインナップはまずフライドチキン味、カルビ焼きの味、カラカラチキン、じゃが塩バター、照り焼きバーガー、たこ焼きマヨネーズ、コーンポタージュ、フライドチキンが当たりました。袋の裏面もまあまあ再現されてるよ。一番驚いたのはこのミニチャームなんよ。ほら見て、ここの3本線がね本当に入ってんのよ、あのお菓子にも。すげえ。厚みもちゃんとあるし、これの再現度やばいって。ちなみに中を切って出したのが、ショート動画に上がってるよ。これねマジでびっくりするの入ってる。本当にね。はい、こちらの10段階評価ですが、これは正直めちゃ良かったです。はい、もうミニチャームもいいし、なんといっても中身が今回やばいのよ。これの切った中がね、よかったら見てみて。10。はい、それではお待たせいたしました、いきます。はい、で2個目に当たったのが人形焼きです。横見たらちゃんと電話番号書いてある。とりあえず外すね。めっちゃ可愛くね、このデザイン。しかもこれさ、さっきのはなんかシールだったじゃん。違うのよ、なぜかこっちはねプリントされてんの。めちゃくちゃ嬉しいわこれ。これ可愛いよ。ただやばいのは中、うーわすんご。しかも取れちゃうのこれ。んでこれ丸ごと取れちゃう、やばくね。もうさ、これ裏も見て、 ここ見てほしいんだけど、ちゃんと津軽の太鼓って書いてあんの。しかもお皿までちょっとついてくるよね、この可愛いやつ。3つ置いたらめちゃ可愛い。ちなみにこのガチャは24日月曜日発売予定だよ。はい、こちら10段階評価ですが20です。はい、それでは本日の1位はどれでしょうか。はい、今日もですね、もうめちゃくちゃいいガチャ揃いで、正直驚きを隠せません。はい、もうね、なんかもうクオリティとかもどんどん上がってきてるのがわかるし、もう、もうハマっちゃうよ。もうハマってるけど、で、もう何も言うことねえわ。ってことで、これも良かった。忘れてた。ってことで、ぜひ1位当ててみてください。